ちょっと待って。もうちょっと上、もうちょっと上。そう。はい、ごめんね。難しいんだよ。ごめんね。ごめんね。ちょっとつまむよ、皮膚。もごもごしんげ。OK。 あ、後ろくれた。さあもう一個。ごめんなさいね、何本も。はい、はい、ごめんね。また、また。さあ、このこっち向き。いた。やっぱでも薄いね、口の中の色、明らかに。はい、ピンクです。もっと赤々としたピンクでしょ、うん、元気な時は。噛んじゃって。すごいんだよ、もう一回噛むとなかなかさ、さっきもそうだったもんね。噛んじゃって。ちょっと待って、あんまり無理すると。これぐらいでいいや。そこまで頑張らんでもいいのにやるんだ。ちょっと待って。ちょっと待って、一回。どうしよう、普通こんでいけるんだけどね。もうちょっと、もうちょっと離れて。この先っぽさ。よし、入った。よし、そのままでいいよ。ちょっとだけ斜めにしてやっぱり。ちょっと待って。こんなにかもの、この子。これぐらいで。そうそうそう。入ってかないじゃん、これは。かみかみだねよ。そんな感じで押すんの。え、すごいね、この子。すごい噛む、噛むんだね。これが入ってかない。ではちょっとなんか吐き出しちゃいそうなんだよね。もうちょっと奥まで入れたいんだよね。うん、これにして。そっち抜いてもいいよ。そうそうそう。これ持って。この写真入った。ごめんね、ちょっとだけね。ご飯、うん、0.5 だったよね。0.4。ご飯、0.4にしてもらう。ご飯、うん、初めてのことだから、0.4 でやめようときます。戻しちゃったら元々もないよね。ごめんね。もしもう一回構成しようしよう。頑張った。頑張った、頑張った。撮影終わった？はい、じゃあ構成しよう持ってきて。60の1分。今から赤い光を当てますけど、これはですね、中央エクスで使用です。近赤外線という赤い光を当てるわけなんですけど、もともと人間の治療器でね、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流を良くして炎症を鎮めたり、皮膚疾患、皮膚病とか怪我とか脱毛症とか口内炎、そういうところに当ててやっぱ血流を良くして治癒する。この子の前食べてないからさ、胃腸とか呼吸器の機能が落ちてるから、もう胸と中全般的に当てて血流を良くすると、そういうことをちょっとしていきますね。これはまず一つ。それからまだそんなにいろんな検査ができないから、健康チェックボードの、この子の場合どうやったっけ、そこ、そこ、もう一分、もう一分、もう一分。で、このおもちちゃんのね、健康チェック法をちょっとつけてください。
それでさっき私体重測ったじゃないですか、ボディーウェイト、まあ、40から39グラムぐらい、ちょっと1グラム単位しかさっきの測れないんで、毎日できれば朝晩測ってください。フィーディング今栄養補助 0.4cc しました。それからあとは食欲元気減量、だから1日1回はご飯あげてみてください。あのレオカのね、フードとコオロギ、コオロギはカルシウムかけてますよ。出ます。今はコオロギあげてないんですよ。あ、本当、はい、なんでなんか一回やめてくださいって言われて、なんか食べ過ぎって感じじゃないかって言われて、太りすぎで。そんな時は何グラムあったんだよ。いや、その時わかんないですけど、今よりは全然太ってました。ただ、はい、高専少々もいいです。まあ、いつから上げてないですか。あ、でも、その2週間前までは週に3回食べた、はい、まあ、そう、とりあえず1匹だけ、うん、カルシウムパウダーしっかりかけて、うん、食べるか食べるかも見てほしいから、うん、上げてください。で、1日1個ならいいですよ。でも、でもしコオロギでもし食べるなら、レオパのふやかしたやつのコオロギと混ぜてやると、うん、そっちの方がバランスはいいから、うん、コオロギはご存知だと思いますけど、リンがめっちゃ多いですよ。カルシウムがめっちゃ少ない。だからカルシウムのパウダーをかけてやってほしいんですよ。で、レオパのそのペレットとかパウダーとかジェルは割とレオパ用のその完全養殖に近い。完全養殖とは言わないけど、完全養殖に近いと思うから、その辺のものを、ね、もしコオロギ食べたら混ぜてやるといいですよね。どんだけ食べたかな。元気は、元気のいい時期を100と考えると、今はこんな動きです。あんまりないよね。あんまりないですね。まあ、じゃあ今の動きを50にしておきましょうか。これで朝晩チェックしてください。うんちは夕方焼けさなしですよね。おしっこもなしですよね。今私点滴したからさ、できれば24時間以内におしっこ出てくれるといいんだけどね。でも脱水が激しいと出ない。じゃあその辺のおしっこ出たかどうか。それとあとは気がついたこと。それで、ここはまあ栄養補助だから、一番こっちに環境温度。この子のいる場所のね、温度と湿度をちょっと測ってみてください。で、温度差が知りたいんで、朝一番と昼過ぎと夜と何度ぐらいの環境で何パーセントぐらいになってるのかちょっと測ってください。まあ、できれば暖かい方がいいです。ちょっとね、25から30ぐらい、まあこれは40倍以上あった方がいいかなと思いますね。雨の日って、外が雨だから結構高くて大丈夫ですよね。何が？湿度です。うん、大丈夫です。よかった。その雨の日に湿度をさ、40になるんでできないですよね。いくらエアコンかけてでもならないです。よかった。これが、前につけましょうね。これがセンサーの代わりになりますからね。これが一つ。それから、そう、美容室がないの、いつまでも。たっぷりこれに入れて。裏から持って行ってもいいです。病院案内見てもらってます、ね、はい、あ、じゃあそれちょっと出してください。ね、レオパのね、まあ、今の食事でいいですよ。だからコオロギやるときだけさ、やりすぎるようにしてカルシウムの粉をしっかりかけてもらって、でこんな状態の良くないときは毎日ご飯あげてくださいね。3日2回だって。本当はやっぱりレオパもうんちをしっかり毎日してほしい。水分は出てるっぽいんですよね、毎日。でも本当は尿酸も出なかったわけでしょ、うん、白いやつをね、うん、水だけじゃなくてね。でもその水分だけでも出てれば出てるってしてくださいね、うん、それから何だっけ、あ、薬、薬をちょっと作りましたんで、これを1滴を1日に最低2回で、飲めたら4回ぐらいまで。で、何が入っているかをここに書いておきますね。モサプリド、モサプリドってのは消化管機能改善薬、まあ要は胃腸を動かしてご飯をよく食べるようにね、改善薬。それからもう一個、メトプログランド、まあこれも胃腸の機能を高める。
で、なおかつちょっと吐き気をさえる働き、生徒さん、それから遠慮不動きたし、これ抗生剤です。今私は注射で打ってます。それからあとはタウリン、タウリンはちょっと肝臓元気にして、それから総合ビタミン、それからブドウ糖、まあ甘みをつけて飲みやすくする、あとは免疫力を高めるためにプロバイオティクス。聞いたことあります？そうそう、ヨーグルトによく入ってますね、はい、お腹の善玉菌、腸の善玉菌、腸の善玉菌を補っていいようにしか手に出るようになってくると、自分の治す力が上がってくるというね、免疫力が上がってくる。でもう一個、上がり薬、これはキノコなんですけど、キノコ類にはね、僕らが食べる椎茸もそうだけど、ベータグルカンっていう成分が入ってるんですよ、このベータグルカンが免疫力を高めますよ。キノコ食べると今度はコロナになりにくいとかね、いうのも穴がちですではないです。でこれを、まあ、冷蔵庫保存でね、でいろんな薬が水で溶いてあるんで、よく振って、それで一滴飲ませてください。一回実践しますね、なかなか飲ませるの大変ですよ、ストレスしてたら。でそれとセットでこれね、だからさっきもやったけど、もう一回点が、ごめんね、でよく、これも目薬の入れ物に入ってますから、うん、よく振って、で口閉じてても大丈夫、こういう感じで一滴ポッと飲みました、うん、嫌いじゃないんですけど、よかったね。で飲み終わったら必ずさ、ブドウ糖入ってベタベタするから、目と口を軽く拭いてください。だから点眼と薬飲ませるとセットでね。でこの薬は家帰ったらすぐ冷蔵庫保存、室温に置いておくとダメになっちゃいますから。じゃあこの袋に出しますね、と健康チェック。まあちょっと今元気ないからさ、なかなか難しいんだけど、食欲がもし出てきたらね、消してあげてください。あ、他にも飼ってるんですね。いや、今は飼ってないです。あ、今は飼ってない、はい、スケの基本って分かります？2つあるんで、分かんない。試食を手で食べさせる、ハンドピーで手ですか？手、手で食べさせる。手で食べたら言葉で褒めて触ってあげる、それが基本です。だからレオパのゲルとかパウダーとかコールとかで、手で食べれるようになったらね、3つやってほしいんですけど、名前が大抵ついてるじゃないですか、はい、名前を呼んでアイコンタクト、目と目が合った瞬間に手で食べさせて、まあ、ご褒美ですね、これだけど、変わったものには打て試食ね。あ、今度食べ物見せといていいから、おいでっつって来てくれたら手で食べさせて、うん、そっちの方が逆にできてる気がする。あ、こっち、はい、そう、だからで毎日やってあげてください、うん、もう食欲出てきたらね。そんで、まあ、3番も一応変えておきますけど、これはまあちょっとおまけね、ここまではやらんでもいいけど、クレードトレーニング、ハウスって言ってハウスができるし、うん、まあやり方はちょっとね、後で YouTube に紹介しますから、そこを見てください。ここまでは多分やれそうな気がするから、もう食欲出てきたらね、うん、でまあ、今はちょっと食べないからさ、何もできないんだけど、はい、本当はね、おいでっつってちょっとご褒美あげて褒めてあげて治療した方がいいんだよね。で終わったらもう一回ご褒美あげて褒めてあげる。で今食欲ないからさ、まあ褒めるだけ、おいでっつってちょっとやるよって一声かけてから飲ませる、点眼飲ませる。で終わったら選ばれないで褒めてあげる、すごいやってるんです。それも治療、そうすると多少は治療のストレス和らぐんですか、ということですね。That's it.